コンスタンチン・アレクサンドロビッチ・メンショフは、ロシア出身の元フィギュアスケート選手。2011年ロシア選手権優勝。1989年にスケートを始める。2001年のロシア国内選手権は18位と、最下位になったこともあり、また後に4大会連続の五輪メダリストとなる、エフゲニー・プルシェンコと同じ年ということもあって、国内でも、 存在感が薄かったが年齢を重ねることに成績を上げていったタイプでもある。初めて ISU ジャジングシステムが採用された2004年、レーベルホルン杯にも出場し13位だった。2009年冬季ユニバーシアードではショートプログラム25位に対しフリースケーティングでは1位という記録を残している。初開催となった2009年世界。 国別対抗戦では故障のアンドレールタイに代わって、ロシア代表チームに加わった。この大会では出場した12選手中ただ一人、フリースケーティングで2度の4回転ジャンプを成功させた。2010から2011シーズン、27歳にして、初めて ISU グランプリシリーズに出場。12月のロシア選手権では、初優勝し、 欧州選手権代表に初選出された。本番では、ショートプログラムでは2つのジャンプミスがあり14位と、出遅れたが、フリースケーティングでは2度の4回転、トゥループを成功し、フリーだけでは4位となり、総合では7位に順位を上げ、共に出場したアルトゥール・ガチンスキーと共に、来シーズンのロシアの出場枠3を獲得した。しかし、欧州選手権での結果が響いた影響か、 ロシアチャンピオンとなりながらも、世界選手権の代表には選ばれなかった。2012から2013シーズン、スケートアメリカとロステレコム杯ともに4位。ロシア選手権では3位だったものの欧州選手権の代表には選ばれなかった。理由の説明もなくこのことで、マキシム・トランコフをはじめ、ロシアのスケーターが抗議の署名を行った。 また、アレクセイ・ミーシンやビクトール・クドリアフツェフなどのコーチたちも、この決定に反対し、ニコライ・モロゾフは、メンショフの代わりに選ばれた、国内5位のマキシム・コフトゥンのコーチの一人の、タチアナ・タラソワが、この決定の背後にいると指摘。また、バンクーバー・ゴリンでは、国内2位で4回転を持っていたセルゲイ・ボロノフでは、なく、国内3位で4回転がなく当時、 タラソワの教え子でもあったアルチョム・ボロデューリンが選ばれた敬意のことも絡めてタラソワやロシアフィギュアスケート連盟を批判した。それによりスポーツ、観光、青年政策大臣のビタリームとこはロシアフィギュアスケート連盟に対して再高を命じたが決定が覆ることはなかった。その後世界選手権の代表選考の対象となる 国内大会のカップオブロシアファイナルに出場し、優勝したが、選ばれることはなかった。国別対抗戦に出場し、ショートプログラムでは、初の80点台をマークした。フリースケーティングでは3回転アクセルの着氷で、転倒し方を強打、脱臼、演技を棄権した。2013から2014シーズン、NHK 杯では8位、ロステレコム杯では4位。 ロシア選手権では4位だったが、エフゲニー・プルシェンコが出場しないために、欧州選手権の代表に選出された。ショートプログラムでは11位と大きく出遅れるものの、フリースケーティングでは自己ベストを15ポイント更新し3位。総合でも3位に順位を上げ、ISU 主催の国際大会で初めてのメダルを獲得した。2014から2015シーズン。 スケートカナダの SP で2度の4回転ジャンプに成功し3位に立つも FS で順位を落とし6位。エリック・ボンパールハイでも SP は3位だったが FS でコンビネーションジャンプを4つ飛ぶ違反を犯しメダルを逃した。2016年6月1日競技からの引退を発表した。現在はコーチに転校しキャンプも開いている。 フリースケーティングでは2度の4回転ジャンプをプログラムに取り入れている。これまでにこの組み合わせで複数回成功させている。タラソワは、メンショフについて29歳で伸び台がないなど彼の引退まで批判的な発言を繰り返した。メンショ勝ブトライズツームーブパストチューマルチュアスシーズン、ゼー、ありがとうございます。